ピカレスクコートは日本の競争馬である。馬名の意味は圧巻のコートである。全姉に1999年の阪神3歳、ヒン馬ステイクスを制した山勝スズランがいる。ディープインパクトの帯同馬としてフランスに遠征した。2003年のセレクションセールに上場され、金子正人に3832万5000円で落札された。2004年9月20日。 デビュー戦となった阪神競馬場での2歳新馬戦では、中立英治が起乗し3番人気に支持され3着だった。次の2歳未勝利戦で、初勝利を挙げる。2005年、沢原美賞に勝利し、オープン馬となり、その後の重賞などを走るが勝利することなく1000万、下クラスに高級となった。2006年、太宰府特別に勝利し1600万下クラスに、 昇級するも、またしてもその後勝てず、夏には千万したクラスに最高級となった。そして、限界特別で2着となった後の8月9日、第85回外線門賞に出走するディープインパクトの帯同場として出国し、フランスに到着した。その後は、シャンティー競馬場の隣の調教場に滞在し、主にそこでディープインパクトと共に調整された。 9月13日には、外線門賞が開催される、ロンシャン競馬場でも調教が行われた。外線門賞前日の9月30日、ロンシャン競馬場で行われた、ダニエル・ウィルデンシュタイン賞では、竹豊が起乗し、5番人気ながら2着と検討した。帰国後初戦の初死も特別では1番人気に、答え勝利を飾った。2007年、 1600万下クラスでの3戦目となった、ドートンボリステークスで勝利し再びオープン馬となり、迎えた第39回ダービー強チャレンジトロフィーでは、秋山新一郎が起乗し7番人気と、低評価ながら、レースを制し重賞初勝利を挙げた。しかし続く、第52回 KO 杯イスプリングカップでは2番人気に、支持されるも最下位となる18着という結果に終わった。 秋の初戦は、富士ステークスに出走。しかし16着と大敗した。なお、香港マイルに予備登録を行っていたが回避となった。そして第24回マイルチャンピオンシップに出走したが、17番人気で17着だった。さらに続く2007ファイナルステークスでは10着に、敗れた。2008年、小倉大商店から始動するが13着。続く、 中京記念では15着、久々に出走した、ダート競争のマーチステークスで15着だった。休養後の小倉記念では11着、小倉日経オープンでは2着だった。その後は、一走することなく2010年7月28日付で、競争場登録を抹消された。北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となると発表されたものの、2015年8月現在、 同書には、在馬やしておらず、行方不明。以下の内容は、netkeiba.com ジャビスリサーチの情報に基づく。ありがとうございます。